海面、海面そういえばどこ行ったんやろ、あるかな、まだ海面、いいでしょ、海で拾ってると面白いね、あれなんか迷路みたいで中身入ってる、黒いのあれゴミだね、うん、あれゴミ食べとる、ゴミ食べとるんじゃなくて、ね、ゴミが混じっちゃったんだね、海で、あれピンク色のしかない、いやだ、ピンク色のモフってたっちゃんの、たっちゃんの、たっちゃんの、から出した嫌な予感しとった、うん、出した、おちっちかかっとるから、嫌な、ね、嫌なこと言うな、本当になんかそういえばしけってるな、本当に、まあ、べっちゃり濡れてなければまあいいやって、最近パパそんな息に達観してきた、うん、こう、やだな、おちっちパパのかけたのについとるよこいつに、おめめのところ、おめめのところに、たっくんのおちっち、うん、怖い、
ぶんのは汚い。本当に？ほら。いつも綺麗なのに。綺麗じゃん。チルチルだよ。これ。この中じゃない。しかも柔らかい。姫、肉球ふにゃふにゃしてしかもあったかいね。ほら。それは多少なりとも、もうって感じになっとるよ。優しくしてね。ぽしゃって、ひめちゃんの、手、噛んだよ、リュウ君。それ以上されては困るっていうことをリュウ君、お話したいよね。リュウ君、何でもお話できるよね。困るよ、パクッとせんといてね。してないよ、何も。じゃあ遊ぼうしたんかも。遊ぶか。
ら意外なとこ行ったね。最近お気に入りやねそこ。パパ、ひめちゃんの子を、うん、ひめちゃんの停車機、うん、こうやって噛もうとしたら、うん、ガズンってあったんだね。噛もうとした。甘噛み？でも噛もうとしただけで噛まんかったの。リュウくん偉いな。噛もうとしたら完全にパクって、うん、さっきしたよ。さっきパクって。今ここで？ここで？ここで。あ、さっきの話じゃない全然。パク。パクパクパク。パクマンゴマンゴしたよ。面白いね。ルーくんもおもおしたよ、ひめちゃんって。何か伝えたかったよ、ひめちゃんは。ちょっちょっちょっちょ、ストップって。待ってねっつって。ん？ちょっと待ってねって。ひめちゃん、でも仕事あるの。え？仕事あったのか。リュウ、おいでや、リュウ、おいで。ペロ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 して、ペロペロ。あ、ミルクか。これペロ。ミルクと。ペロ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 。いや、よく。じゃあ、うちの、お母ちゃんの、ちゅうちゃん来た。うちのお母ちゃんのちゅうちゃん。今連れてきます。ちょっと待って、机の上にいるかも。ちょっと待ってて、行ってくるね。パパ、チッチ行ってくる。行ってらっしゃい。チッチ行ってらっしゃい。気をつけてね。ドア閉めといて。バイバイ。階段手すり必ず持つんだよ。ストロやめろ。おい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 。
お前どんだけイケズズしいんだよ。おいほらこら、ああもう起きるしかないのか。龍、ちょストロー食べるの禁止や。うん、ダメ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 、まあそうだ、お前がかじったのか。かじるのはどういうの。ああ